はい、望月凛です。今回は日本マイクロソフトの元社長である成毛誠さんの書かれた2040年の未来予想を解説していきます。2040年は今とは全く違う世界になっているぞ。たった20年でそんなに変わりますかね。変化のスピードはどんどん速くなっているんだ。ここから20年で過去120年分の変化が起こる。120年分の変化？ああ、考えてみろ。日本で iPhone が発売されたのが2008年7月だった。それからたった10年で街中や電車ではスマホをいじる人だらけになった。外では Uber Eats の配達員を毎日見かけるようになり、映画は Netflix で見るようになり、ビットコインという暗号通貨が生まれた。確かに言われてみればすごい変化かも。これからはもっと早く変化していく。おそらく7割の人は取り残されて何が起こっているのかすら理解できなくなるだろう。ただいいことだけではなく、環境問題や日本の人口減少、水不足など問題も山積みだ。今回の授業を受ければ2040年に起こることを予想して今の行動を変えるきっかけになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、自動運転や空を飛ぶ車、ドローンでの配達が当たり前になる、との。まず2040年の通信システムは 6G になっていることだろう。 6G？ まだ 5G もそこまで普及していないのに。ああ、さっきも言ったが、ここからの成長の速度はとんでもなく速い。 5G が出たと思ったらすぐに 6G だ。2040年の世界ではとにかく通信速度がとんでもなく速くなり、遅延がなくなり、同時接続数が増える。これが確実に世界を変える。どれくらい早いんですかね。 6G になると2時間の映画を1秒もかからずに一瞬でダウンロードできるようになるんだ。そして低遅延になる。低遅延？ああ、ネットゲームをやっているとちょっとしたラグがあるだろう。ああ、ありますね。あんな小賢しいことが起こらなくなるんだ。2040年の子供からは、ねえねえ、おじさんの生きてた時代はゲームにラグっていうものがあったんでしょって言われる。うわー、なんかショックだなそれ。そもそもラグなんて言葉が死語になっているかもしれないな。そして全てのものがネットに接続されて場所を正確に把握することができるようになるんだ。まとめると、通信速度が増えて低遅延になり、物の位置を把握することで車は自動運転になるわけだな。なるほど。確かに車の自動運転機能にラグがあったら死にますもんね。ああ、遅くても2030年には自動運転や空を飛ぶ車、ドローンでの配達が当たり前になってくるだろう。2040年はもっと高性能なものが出てきているはずだ。次は、すべてのものがネットにつながる、との。今身の回りのものでネットにつながっているのはスマホとパソコン、ゲーム機、最近だと腕時計やテレビだろう。スマートウォッチとかですね。ああ、これからこの流れはもっと加速していき、もう身の回りのほとんどのものがネットにつながるようになる。例えば家電、自動車、鍵、冷蔵庫、お風呂、家などだな。お風呂？ああ、つまりこういうことだ。朝起きてカーテンを開けて、照明をつけてソファーに座り、テレビをつけてコーヒーを飲みながらニュースを見ていたとすると、 AI が住人の行動を学習し、朝起きただけで自動でカーテンが開き、照明がつき、コーヒーができていて、ニュース番組が自動で映し出される。いつも入浴している時間に自動でお風呂が沸いている。独身がさらに増えそうだな。実はこれらの機能を搭載した AI マンションがアメリカで最近ちらほら出てきているんだ。あと、インターネットに接続したコーヒーメーカーも登場している。豆が少なくなったら自動でオーダーしてくれたりするんだ。つまり人がわざわざ操作しなくても人の行動を先読みした家電が一般的になる。次は、日本はどんどん貧しくなる、だな。さて、いい変化もあれば悪い変化もあると言ったな。ここからは少し悪い方も見ていこう。日本に住んでいる私がこのことを説明するのはちょっと辛いんだが、2040年の日本はますます貧しくなり、経済的にも悲惨なことになっている。なんといっても人口が減っているからな。少子化ですよね。ああ、2019年の時点で1億2600万人だった人口は、2040年には1億1000万人になる。1500万人も減るのか。そして働ける人の数は6000万人になる。働ける人が減るから日本の経済成長はほとんど見込めないだろう。なるほど。
でもだったら移民を連れてきて働ける人を増やせばいいじゃないですか。そうなるが、20年後はわざわざ日本に来て安い給料で働く人が大幅に減るはずだ。え？日本の給料が安い？ああ、考えてみろ。20年前中国は本当に貧乏だった。物の値段も安かったしな。確かに服の材料は中国産が普通でしたもんね。ああ、それが今や中国は世界一になりそうなレベルの経済大国だ。給料も物の値段も立場も上がった。しかし日本はこの20年間物の値段も給料もほとんど変わっていない。つまりだ、日本が成長していない間に周りの国は着実に経済成長して給料が上がっているわけだ。自分が移民だったとして働きに行くんだったら給料が高くて成長している国の方がいいだろう。確かにそうですね。つまりわざわざ日本にやってきて安い賃金で働きたい人は減る。ちょっと待ってくださいよ。移民は来ないし、給料は安いし、少子高齢化だし、経済成長も見込めない。どうするんですか？なんか絶望的じゃないですか。ああ、この本にも暗い未来しか想像できず恐怖を感じると書かれている。次は、日本の税金はもっと高くなる、だな。知っている人もいると思うが、日本の借金は世界で一番多い。なんでこうなっているのかというと、シンプルに入ってくる金額よりも出ていく金額の方が多いからだな。これってなんとかならないんですか？ならない。というかこれからはもっと借金が増えるぞ。え？一番の理由はやはり高齢者が増えることだ。となると医療や介護費用はさらに増えるだろう。2019年に124兆円だった社会保障の支出は2040年には190兆円に拡大すると予想されている。190兆円。それを払うのは今の若い人たちだ。そりゃ YouTuber がこぞって海外移住するわけだ。65歳以上を支える若者の数は1950年には 12.1 人だったが、2040年には 1.5 人になる。もう肩車ですね。とはいえ、どこからかお金を確保するしかない。どうするんですかね。税金を上げるしかない。出たよ。消費税と社会保険料を上げていくことになるだろうとこの本には書かれている。ちょっと勘弁してくださいよ。社会保険料、あれ今でも意味わかんないくらい高いじゃないですか。まあな。実際に社会保険料は2009年から2017年にかけて 26% 増えている。2040年頃にはもっと増えるし、消費税も 20% 近くにはなっているだろう。そして年金がもらえる日はさらに遅くなって70歳くらいでもらえることになると試算されている。金返せや。そうしないと持たないのだよ。次は AI やロボットが仕事を引き受ける、だな。今まで説明してきた通り、2040年までに日本人は人口も GDP も働く人もどんどん減っていく。そこで問題になってくるのは医者の数に対して高齢者が増えすぎてしまうことだ。そうすると人手不足で日本はもうどうにもならなくなる。日本崩壊ってことですか？ああ、そうならないために AI やロボットを活用するしかない。医者の代わりに AI が病気を診断して介護スタッフの代わりにロボットを使う。そうやって AI やロボットに働いてもらうことでなんとか医療費を下げるしかない。なるほど。日本はこれから出てくる新しい技術を活用しなければ年金がもらえなくなったり医療崩壊を起こすことになるだろう。なんかもうギリギリだな。それだけ人口が減ることは経済をボロボロにしてしまうんだ。もちろんコンビニやスーパーも無人になる。とにかく人がやらなくてもいい仕事は全て AI やロボットに任せることになる。仕事が奪われるというよりかは AI やロボットに助けてもらわないと回らなくなるんだ。次は、無駄遣いせずにお金を投資しろ、だな。さて、そんなお先真っ暗の経済ボロボロになるこれからの日本で生き残るためには無駄遣いせずにお金を投資することが大切だと書かれている。無駄遣いせずに投資か。でもなんでですか？さっきも言ったように給料は増えないが社会保険料と消費税などの税金が増えて給料の手取りが減っていくだけだからだ。だからこそ手取りを無駄遣いせずに投資してお金を増やすべきだと言っているんだな。でもどこに投資すれば？投資するときは
アメリカ、インドなどの企業に投資することを考えた方がいいだろう。これらの国は人口も伸びているし、これから大きく成長していく国だ。とにかくいつも言っているが、まずはインデックス投資から始めるのがいいだろう。はい。もう一つ大切なのは、テクノロジーに飛びついて、いろんなものを活用することだな。またテクノロジーか。ああ、例えば最近だと、YouTube やクラブハウス、仮想通貨とかだな。ああいう新しいテクノロジーがこれからどんどん出てくる。そのテクノロジーに臆せずに、とにかく触れておくことだ。意味わからないとか、めんどくさいと言っていたら、せっかくのチャンスを失ってしまうことになる。いいか？これからは国も年金も当てにしちゃダメだ。自分が変わるしかない。自己防衛、投資、海外移住、国にとらわれずに、どこでどうやって生きるのかを真剣に考えるべきなんだ。変化は IT だけではなく、食事にも起こる。次は、2040年には肉を食べる量が減る、だな。肉か。ああ、もちろん2040年でも肉は食べられているとは思うが、ほとんどは本物の肉ではなく、代替肉や培養肉になっている。なんだそれ？大豆などを原料にしたのが代替肉で、化学実験みたいに、牛の細胞のコラーゲンを混ぜた体液の中で育てて作るのが培養肉だ。なんかバイオハザードみたいになってきてません？普通の肉を食べればいいじゃないですか。なぜそうなるのかというと、肉というものが非常に環境に悪いからだ。肉が環境に悪い？ああ、牛肉1キロを作るにはその2万倍の水が必要だし、穀物も大量に必要になってくる。何より牛のゲップは温暖化の一因になっている。そうした環境に配慮したのが、植物性の大豆などを原料にした代替肉というわけだ。なるほど。すでに代替肉を作る企業はたくさん生まれてきているし、この市場は2030年で10倍になると言われている。これなら低コレステロールで健康にもいいし、環境にも配慮されている。ビーガンの友達と手と手を合わせて笑顔で食べることもできるぞ。でもやっぱり週に1回は本物の肉をもりもり食べたいです。ふむ、そこで培養肉だ。まだコストが高くて店舗には並んでいないが、これも作る費用を低くすることで確実に大きな市場になるだろう。肉だけじゃなく、ミルクも植物性の代替ミルクになっているはずだ。ちなみに私は代替肉の企業に投資している。リンさんすげえな。最後は、水が希少な資源になる、だな。2040年には、地球温暖化により、水は石油よりも希少になる。なに？水がないのか？水って、無限に湧き出るものじゃないのか？ねえよ。すでにアフリカでは、気候変動によって水不足に2億5000万人が直面している。2050年には、10億人が水不足に陥り、世界中の都市部で利用できる水が、今の3分の2までに落ち込むだろう。特にパキスタン、中国、インドが水不足になると言われている。どうなるんですかね。国の間で水の奪い合いが起こる可能性があるな。水戦争？ああ、実際に世界銀行環境担当副総裁であるイスマル・セラゲルディンさんは、20世紀の戦争が石油をめぐって戦ったとすれば、21世紀の戦争は水をめぐって戦うであろう、と警告している。マジかよ。なぜ最近いきなり環境を守ろうという動きが加速しているかというと、マジで結構やばいことになっているからだ。まとめだな。自動運転や空を飛ぶ車、ドローンでの配達が当たり前になる。ベッド、お風呂など、すべてのものがネットにつながる。日本はこれからどんどん貧しくなっていく。高齢者の医療費が増えることで、日本の税金が増える。AI やロボットが、介護や医師などの仕事を引き受ける。日本で生き残るには、無駄遣いせずに投資すること。日本で生き残るには、新しいテクノロジーを活用すること。肉は、代替肉と培養肉を食べることになる。水が石油より貴重になる。だな。おいおいおい、大丈夫かよ日本。この本の最後に著者からのアドバイスとして、自分の力で国を変えようなどと間違っても思うなと書かれている。なぜなら日本という国は変わらないからだ。この10年で特に何も変わっていない。だから国を忘れて、これからの時代をどうやって生き残るかを考えて動き出せと言っている。新しい環境に適応しろってことですかね。ああ、ダーウィンは言った。環境に適応したものが勝つと。どんなに想像を絶するような変化でも、それについていくことだ。そうすればきっといい未来を作ることができるだろう。それでは、今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。
今日の授業は終わり。また来てね。